国連戦隊大レンジャー。僕たちの仲間みたいですよ。大人竜、それがあいつの名前なんですか？どうして君にそれがわかるんですか？わかんない。なんでだかよくわからんけど、わかるんだって。仮名は長期伝授大無限だ。だからわかるのかもしれん。仮名、大人竜は何の目的で地球へやってきたんだ？地球を滅ぼすためだぎゃ。地球を
が愚かな戦いを続けとるもんだで、全てを無にするためにやってきたんだわ。どういうことだよ。言ってんことがよくわかんねえよ。つまり大人竜は宇宙の秩序を守るために生まれ、争いを続ける地球がやがて災いになると考え、滅ぼしにやってきた。じゃあ俺たちとゴーマが戦っているのが気に食わねえというのか。冗談じゃねえぞ。俺たちは正義のために戦ってんだよ。だったらゴーマだけぶっ潰しゃいいじゃねえかよ。そんなこと大人類にとってどうでもいいんだって。いいも悪いもあらへん。地球をきれいさっぱり大掃除すればそんでええんだって。だから戦いをやめるしかないんだって。そうすれば大人類は宇宙へ戻ってくって。どうやってやめんだよ。戦いを仕掛けてくんのはゴーマの方なんだぞ。どうだったり、コアは見つかったか。お願い、みんなコアを探して。お願い。突然現れた化け物は世界各地で暴れています。抑えようがありません。お願いだって同志学、なんとか戦いをやめてって。化け物がこっちへやってきます。地球はどうなるんでしょう。みんなは二手に分かれ、傷ついた人を助け、子を探し出すんだ。はい、みんな急ごう。の能力を。同志覚悟、久しぶりやの。ゴーマ15世。敵地に堂々と乗り込んでくるとは。大したものよの。このうつけ者。まあよい。わしとお前との仲じゃ。で、何の用じゃな。休戦協定を結びに来た。休戦協定。今の地球がどんな危機にさらされているか知っているな。ものよの。あれは我々の仲間でもなし、お前たちの味方でもなし。一体何者なんじゃ。我々が戦いをやめない限り、あの化け物はこの地球を滅ぼす。たわけたことを。分かっておるぞよ。そんなことより本当は我らゴーマが恐ろしゅうなって許しを乞いに来たのである。違うぞ。無駄じゃ。俺を見るがよい。
れが現れ人間どもはうろたえておる。もっけの幸い、これを機に一気に地球を我が物にしてやる。奴は今外国にいる。争いがあるとものすごい速さで戻ってくるんだって。そんな来ないこと言うかね。ああ、みんな行くぞ。やめや、やめやって。変身オーラデンジャー。これ将来優勢を無人宣言。個性合体。お前たちが負けを認め許しを請わない限り戦いは絶対にやめぬぞよ。亮。
どうしたんだ一体。全然動かなくなったぞ。結んだ。うん。それで大神竜は宇宙へ去ったんだ。どういうことだよ。どうしてそんなことができたんだ。どうしかく。ちょっと待ってくれよ。あんた何か隠してるな。そうだろう。じゃなければゴーマと接触して休戦協定なんて結べるわけがない。とにかくこれで地球の危機は回避された。だが油断するな。ゴーマのことだ。いつ協定を破り戦いを仕掛けてくるかわからん。話はそれだけだ。どうしかく。妻、何しろ死ぬかと思うての。迷いではないか。しばらく様子を見て、あの化け物が戻ってこないと分かれば、休戦協定など無視すればよいのじゃ。コーン、どこにいるの？コーン、コーン。リン、リン、ここだ。助けてくれ、助けてくれよ。白虎、白虎、コーンはどこにいるの？いや、わからねえ。あの化け物が暴れたせいで、別れ別れになっちまったんだ。そんな。コーン！コーン！どこにいるの？コーン！大神竜は宇宙へ去り、地球崩壊の危機は一旦は回避された。だが戦いが続く限り、いつまた現れるかわからない。そしてコーンの運命は、同志核に隠された秘密とは。全ては謎に包まれたまま、運命の波に押し流されてゆく。飛んでくるくるすごいやつ、地球で一番強いやつ、ロッドぐるぐる回したら、コットボトルもバタバタ。から脱走したジン。しかしジンは傷つき倒れ、リョウはジンを助ける。お前を倒すのは俺だ。そう思って俺はお前を助けたのかもしれない。その頃、謎の怪物が人々を襲っていた。土星戦隊ダイレンジャー魔剣落日に散る。